山田バサラ、おはようございます。サラバンより誰が呼んだか心優しきパンクロッカー山田バサラです。京都駅にいます。そして今日はですね、偶然乗り合わせて今日お客として来てたのね、はい、自己紹介お願いします。ハルアローンと言います。ハルアローン、ハルアローンさんもミュージシャンなんですね。はい、やってますね、はい、今日はウーララで、ウーララでライブ僕初めてやりまして、今日は濃かったでだね。いや僕は初めてなんだけど。濃かったですね。ゆうきうたげさん、はい、そして、ペイズリーケイスケさん、そして林道さん、はい、すごくなんか芸達者というか、はい、濃かったです。ですよね。お腹いっぱいです。あれ何アロンだっけ？ハルアロン。ハルアロン。ハルオ君にとって、はい、ウーララってどんなライブハウスですか？うん、もう毎月出させてもらってるので。うん、最近言い出したのはもう僕はホームだと思ってます。はい、いろんなことやらせてもらってるし、ね、ここはあそこがないと僕はもう音楽活動はできない大の場所です。なるほど。じゃあもう一つ聞くと、はい、京都ってどんな街ですか？京都、まあ、僕京都出身なんですけど、うんうん、思うところ、まあ、根は優しいですね。根は優しい。根は優しいですね。はい、まあ、結構ね、疑い深いところがあるんですけど、うん、もう打ち解けてしまえば、はい、すごい優しいですよね。打ち解けてしまえば。打ち解けるまでが結構、時間かかります。シャイなんよね。シャイですね。なかなかね。沖縄に来たことありますか？ないです。ハロー君は。沖縄行ったことないんですよ。本当？行きたい。行きたいし、今日もちょっとこの、明るさが、どこだ？あれ、ここら辺にじゃあ、ちょっとね、スイッチオンする前にスタートかける前に話したんですけど、ぜひ今度は共演したいですね。ああ、ぜひね、ぜひウララでも沖縄でもね、めちゃめちゃハロー君ね、ライブ終わった後もすごく「あっ、バサバさんよかったよ」って言ってくれて、とっても嬉しかったです。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。はい、ぜひえ、何や、ツイッター、X か今で、X と X やってますね。 X だけですね、今 X だけね、はい、ぜひ僕のフォロワーさんに入ってるので、はい、ぜひ皆さんよろしかったら、はい、相互フォローよろしくお願いいたします。はい、じゃあ素敵な京都の夜でございまして、ハローさん、ハローくん、はい、いつもね、今日も一日サラバンジ挨拶してるんですよ。今日も一日サラバンジ、サラバンジって沖縄の言葉で、まあ、絶好調とか今が旬だぜとかそういう意味なんで、サラバンジ、サラバンジいいですか？はい、じゃあいきますよ。ちょっと あここでいきます。はい、はい、じゃあ今日も一日サラバンジ。ちょっと寒い京都の夜でした。ありがとうございます。